戦争小生博物館における展示方法微速からの写真 m 4 a 1自走迫撃砲に搭載された M181mm 迫撃砲。M181mm 迫撃砲はアメリカ軍が使用した合計 81mm の中迫撃砲である。M1 迫撃砲はフランスのストークブラン社が設計した 81mm 迫撃砲を ライセンス生産したものであり、陸軍と海兵隊において、不評大隊の迫撃砲小隊に6門が配備、されていた。また、気構師団向けに、M2 ハーフトラックに M1 迫撃砲を搭載した M4 自走迫撃砲や、M3 ハーフトラックに M1 迫撃砲を搭載した M21 自走迫撃砲も製造されている。ストークブラン社製メートル迫撃砲は、 世界各国でライセンス生産されたり迫撃砲設計の参考品とされていたため、第二次世界大戦においては敵国である日本陸軍が使用していた97式、極射風標砲との間に弾薬の互換性があるという事態が発生している。実際には射程がわずかに違うため、日米双方で相手の砲弾を使用した場合の射標を用意していた。 M1 迫撃砲は、朝鮮戦争でも使用されたほか、西側諸国に大量供与され、アメリカ軍では1950年代後半より、軽量化、長射程化された M2981mm 迫撃砲により、更新されて退役した。戦後の日本でも、警察予備隊時代より供与を受けて運用していたが、同様に、64式 81mm 迫撃砲により、 更新されて退役した。諸言性能砲弾、創薬。ありがとうございます。